日本の未来割と暗くね、大丈夫この国大丈夫です、僕は日本こそ可能性があると思ってますよ。数日前から言ってますね、あのねやはりね、日本って何でもやじゃん、いいとこ取りするじゃない、お正月やってクリスマスやってハロウィンやってお参りして、はい、これはね、これからのスタイルじゃないかと。この日本の、形というのはなかなかね、一神教の人たちには真似できないことなんです。融通無碍ですね、はい、とにかくあれはあれこれはこれで全て受け入れる。でなぜねこれがすごいかというと、向こうの人たちは自分に基本的にだよ、基本的に殺し合いやってんじゃない。なんで殺し合いやってんの。自分とこにそぐわないものは排除なんだよ、排除。で例えばキリスト教の話になっちゃうけどすぐね、まあ、キリスト教でもユダヤ教でもイスラム教でも一緒なんですけども、一神教の人たちはですね、自分たちの人たちにラブというようなことをやるんですよ。だからもちろんそれはそれでいいと思うんですけども、なぜで僕は高野山によく行きますっていうか、まだ1回しか行ってないけど、高野山に今からよく行くんですよ。で行くんですけども、外人さんがほとんどなんですよ。外人さんたくさんいるんですよ。で聞くとね、やはりそういう思想に行き詰まりを感じてる。だってさ、日本ってすごいよ。皆さん国家知ってるでしょ。国家、日本の国家知ってますよね。外国の国家知らないでしょ。外国の国家ってどんな内容だか知ってる。みんなね、我が国の旗が血塗られてとか、武器をみんな手に取ってさあ突撃だみたいな感じだよ。これ国家なんだからな。で日本は何、君が弱千代には千代に、サザレイシ見てきたよこの前、サザレイシね、岩尾となりてって平和の歌なんだよ、調和の歌なんだよ。世界広しともこんな国家を持った国ってあんまいない。石原慎太郎がオリンピックで言ったんで、この国家じゃ勝てねえなってバカじゃないかお前国家じゃねえよ、国家で勝てねえんじゃないんだいやいやそうかもしれないけど、でも今すごいじゃん日本人ね。そうでもね、はい、ということで外国のね国家の役見てくださいよ。アメリカなんてもう本当に旗がひり返して、正常期その旗がひり返して、我らはこの旗のために立ち上がるんだ、他のものを、ぶっ殺してさあやるんだぞみたいな。中国もそうだよ、俺らのその、どうだこうだが血塗られたなんとかでみんなで武器を持ってさあ行こうみたいな、みんなそう。オランダでもフランスでもみんなそうだよ。そんな国家なんだよ。なんていう国だ日本は。いや素晴らしいという意味です。でそういういいですか、自分たちに、そぐわない者たちを排除するということなんだよね。で、まあ、原子爆弾の話になっちゃうけどもね、日本の戦争を早く終わらせるために広島を落としたみたいで、でも長崎どうすんだみたいな感じで、ね、理屈が合ってない。で人に、ラブを捧げるというその、もう神父を乗せて落としたんでしょ。それ何かっていうと、やはり自分たちと同じ民族じゃないものを排除する兵器で、おかしいよね。で戦争の話になるんだけど、ちょっといい、あの真珠湾攻撃というのは、あのよく奇襲攻撃で、そうじゃなくても80年にアメリカ行った時、ドンタッチミーっておばあちゃんに言われちゃって、ドンタッチミー You know Jim You remember the Pearl Harborお前、パールハーバー覚えてるかって、生まれてねえしパールハーバー覚えてるから、俺私に触らないでってくんだよ。ちょっと待ってよお前、いいか、
パールハーバーっていうのは軍事施設をな、日本人ほどあの戦争がね、第二次世界大戦終わって日本が無条件降伏した後ね、アメリカ人が言ってますよ、日本人ほどフェアな戦いをした人はいない、した国はいないって言ってますよ。日本人はフェアだと。何がというかというとね、あの軍事、いいですか、パールハーバーってさ軍事基地なんだよ。だからその軍事基地を当然狙っていくわけ。いい？何ですか、あのアメリカの攻撃は。日本の上空来て一般民族を丸皆殺しでしょ。20万人皆殺しだよ。軍事基地も何もそんなのも何もねえよ。ただ守ってくれたのはちょっと歴史的なものな、歴史がねえからさ、そういうふうにあるけども、皆殺しだよ。ありえないじゃない。戦争の仕方が違う、わかる。それを一緒にしちゃダメだよね。戦争だってやっぱりその上の人たちの、その戦争する人たちの中でやんなきゃダメじゃん。一般民衆をさ、あの巻き込んじゃダメじゃん。あの平気で巻き込む。ただこれはね、未来を担う、あのね、とにかくこの思想っていうのを上手に使っていかなきゃいけない。で、西洋人たちが、日本に来てその感覚を学ぶ、見るという、いろんなものを受け入れられるというね、自分に合わないものをあの排除するんではなく、いろんなものを受け入れられるというこの民族、これがすごい。まあもともと島国なんで異民族があまり入ってこないという意味で、そのあれになれてない、向こう大陸はやっぱりどんどん来るからね、どんどん攻められちゃうから、もうそういうあの歴史的なものって当然あると思う、あの場所地理的なものってあると思うんだけども、いやそれにしても可能性を持ってるのは日本ですよ。はい、やっぱこの今からね、その何でもやっちゃうという、明治維新でもいきなり海外の文化を受け入れて、なんと50年でもう全然違うものを作り上げちゃったみたいな、パスタ持ってくれば納豆混ぜて納豆パスタで美味しく食べるというね、はい、とにかくこの文化というのは素晴らしいものがあるということなんですね。これをね自慢しなきゃダメなんです、今からは。これこそ日本のなんですよ。何でもありのということだよね。